どうも、料理のおじさん、リュウジです。今回はですね、僕の大好きなですね、名古屋風の、手羽先唐揚げをですね、ちょっと作りたいと思います。これがちょっと外で食べるようなものすごいうまいタレができちゃったのでですね、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、それではですね、やっていきたいと思います。まず手羽先なんですけども、この皮の部分にですね、ちょっとこう切れ込みを、1箇所入れてください。これなんでやるかっていうとですね、これ袋状になっちゃってて、油がね、跳ねちゃうんですね。なんか爆発するみたいなんですよ。なので、このですね、一番厚い部分に1個ね、包丁でプツッと切り込みを入れておいてください。こうすることにより、手羽先が揚げてる時に爆発しません。結構ね、強めに、お塩振っちゃっていいです。はい、まんべんなくですね。あと、胡椒、入れます。裏側にすり込みましょう。これで一旦置いておきます。はい、それではですね、手羽先のタレを先に作っていきます。醤油が大さじ3です。みりんが大さじ2です。酒が大さじ1、あと砂糖が大さじ1で、味の素ですね、まあ、2、3振りですね。でこれを入れたらですね、煮詰めていきます。これぐらい僕の場合煮詰めちゃいます。わかりますこんな結構少なかったです。これぐらいですね、濃度的に。ちょっととろみが出てきますね。はい、こちらはこっちのボウルに移しておきます。はい、そしたらですね、手羽先に片栗粉をまぶします。僕はまな板の上でやっちゃいます。片栗粉は大さじ2ぐらい今、広げました。で、まんべんなく、片栗粉をまぶしてあげてください。こんな感じかな。こんな感じですね。はい、大体フライパンに、油、そこから1センチぐらいですかね、入れます。で、中火にかけてください。温まるまで少し待ちます。温度的には大体180度ぐらいにまで温めます。はい、じゃあね、これでね、じっくり揚げていきます。意外とね、これ中まで火が通んなかったりもするので、じっくり揚げます。これ、ね、手羽先の大きさにもよるんですよね。なので見極めが大事です。これぐらい揚がりましたら、こんな感じですね。両面で大体5分ぐらい揚げたかな。5、6分ですね。よーく油を切ってください。そうしましたら、このね、先ほど、できたタレの中に入れていきます。色的にはね、これぐらいになってるとすごくいいですね。まあ、こんな感じでまんべんなく、絡めてください。全体が色づくぐらいですね。どうですか、カリッカリでうまそうですよ。こんな感じで、これぐらいたっぷり絡めてあげてください。だいたいさっきのタレで6本分ぐらいは余裕でいけますね。
仕上げですね、ホワイトペッパーを、ホワイトペッパーです、たっぷりと、振ります。あと、いりごまですね、はい、振ってあげてください。はい、こちらで、完成です。イエイ、それでは、早速揚げたてを、食べてみたいと思います。いただきます。僕はすいません、あの 手で食べます。いただきます。うまそう。うん、うわ、ちょっとうまい。ちょっと今すんなっちゃった。お手拭きが欲しかったので。めちゃめちゃこれ、ね、タレが本当にうまいですね。はい、甘辛いタレと、あとね、最後にかけたあの白胡椒、ホワイトペッパーの風味が合います。ここ分解しちゃう。うん、あー、これね、ほんとあの酒がね、手品のように消えるんで、ぜひやってみてください。あのタレのうまさと白胡椒の香りがもうマジでいいので、これもう最近であの超おすすめのレシピなんで、ぜひ皆さんやってみてください。はあ、ですね、この手羽先唐揚げ、美味しそうだなと思った、それやってみたいなと思った方はぜひ高評価およびチャンネル登録よろしくお願いします。